さて、わしも向こうに戻ることとする。だが別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。良いのか？あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限つくよみの中、今の五影どもを処刑してからだ。なんだと？サスケ、お前はまだ復讐を望んでるというのか？確かに、かつての俺はただ破壊を望み、復讐だけが目的だった。だが今は違う。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。場所を変える。お前なら分かっている。革命だ。さくらちゃんに現実までかけることがねえだろうが。それが失敗した過去の縛りなのかもな。ここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。一人だけじゃできねえこともある。カグヤとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そしてのように。俺は全部過去の人たちから学んできた。第7班の仲間たちがいるか、前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に気が散らしない。
your dreams is brought to life, as if now it's you and I across the distant sky.神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。
度の勝負は俺の勝ちだな。ん？